15分現在の道路情報をお知らせします。大阪方向へ走行中の方へのお知らせです。霧のため二つジャンクションから江南インターまでの区間が最高速度が50キロに制限されています。スピードを控えめに注意して走行してください。さて、パンクなど故障の時は慌てずに車を裏横で走らせ路肩に出て止めましょう。驚いて急ブレーキを踏むと追突や横滑りの危険があります。もしトンネル内で故障したときはまず走行してトンネルの外に出る努力をしてください。ハイウェイラジオ福岡よりお伝えしました。また地下圏内で交通死亡事故が発生しております。スピードを控えめに交通ルールを守り安全運転をお願いします。ドライバーの皆さん、おはようございます。午前8時15分現在の道路情報をお知らせします。大阪方向へ走行中の方へのお知らせです。霧のため二つジャンクションから江南インターまでの区間が最高速度が50キロに制限されています。スピードを控えめに注意して走行してください。パンクなど故障の時は慌てずに車を裏横で走らせ路肩に出て止めましょう。驚いて急ブレーキを踏むと追突や横滑りの危険があります。もしトンネル内で故障した時はまず走行してトンネルの外に出る努力をしてください。ハイウェイラジオ、ハイウェイラジオ、お疲れ様です。